はい、レオンチャンネルです。来た来てしまったということで、今日いろんなおもちゃが発売して、もうずらっとねたくさんありますが、仮面ライダーダブルのサイクロンジョーカーが発売された。ありがとう、予約したので買いました。定価は6000円で、今回は4800円。いろいろ紹介する前に開けましょう。これ開けよう。2010年に発売されたリニューアル前の仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー。足元にダイキャストが使われてたりとかして、安定性はめちゃくちゃいいですけど、さすがに今見ると少し古さを感じますし、この辺の関節の色分けとかヒンジが見えてたりとか、まだまだ作り込みが甘かった部分がありましたが、6年半の時を経て、一体アーツはどんな進化を見せたんでしょうか。まあ、ディケイドも相当すごかったですからね。開けますよ。さーっと、蓋を開けて、もう出るかな?せーの、ドン。おいー。このプラスチックのこれを同時に外す。で、直に見る。直に見て、もう直に触る。いきます。せーの、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーと初対面。どえあーなんじゃこりゃ。そうそう、この丸顔、そう、ま、関節こことかもちゃんと別パーツになってますし、すごー。あ、でもそこまでディケイドとかクーガに比べてごつくないかも。ディケイドと比べても、あ、そうですね、やっぱ下半身のごつさは抑えめというか、腕とかもそこまでゴリゴリの筋肉って感じじゃないですね。持ちます。よっと、重量感はありませんね。ダイキャストは使われておりませんが、触り心地何これ、ザラついてる?ちょっと。で、こっちテカテカツルツルって感じ。あ、ちゃんとサイクロン、ジョーカーで、なんか素材感違うよ。そして、この、顔。そして上半身、色分け、ヒンジも隠れてますし、6年半の進化すごすぎでしょ。後ろも見ても、テカテカの輝きはちょいと抑えめになってて、ほんと劇中スーツまんま。ジョーカーの方は同じ成型色なんですけど、つや消し感が強め。はぁ、こんなんなのね。今こんなんなのねって感じですよね。もう一つか。あ、そうそうそう。このオープニング用のめちゃくちゃ大きいマフラーパーツと標準のマフラーパーツ。メモリこれだ。ちっちゃ。いや、めっちゃちっちゃ。ちっちゃいですけど、ちゃんとクリアパーツだ。で、ここにはめることが、あー、確かにカチッとはいきませんね。スッとはまりますけど、逆さにすると落ちる。おー、これは紛失に本当気をつける必要があります。本当はカチッとね、はまると一番いいんですけど、軽くスッとここに入るような感じ。なるほどね。動かしやすさは、あー、いい。触覚部分、ダブルマークがちょっと顔に対して大きかったんですけど、すごいバランスの良さ。あ、ちなみに、僕は予約して買いましたが、やっぱり店頭では売ってなくて、予約完売してましたね。これ、仮面ライダーサイクロンとか、仮面ライダージョーカーとか、出たらまためっちゃかっこいいでしょうね。マキシマムスロットもここに入るんですよね。なんかもう、レビューみたいな。大量買い動画のはずがレビューみたいな。とりあえず、これね、後で詳しく本レビューしましょう。ちょっと抜いて大切に保管します。これだけ、すごく気をつける必要がありますね。なくさないように。これでも、ほんとディスプレイしてて、何かの表紙にポロッと落ちちゃって、紛失とか、ありえますよね。いいな。大量買い動画はどうしたみたいな。ここの後ろの説明はどうしたみたいなね。いや、いいな。いいな。これすごい。クロスできるから、なんか空中浮遊っぽいこともできると。さすがにこれね、パカッとは割れませんけど。くー前、ま、いっか。後で説明しよう。以上です。これ最高。
まずはガンバライジング、これ今日発売じゃないんですけど、パック版のガンバライジングで、パック版限定のトリプルレアとかそういうカードも入りつつ、もう発売日の時点で店頭から姿を消して全く買えませんでした。もう見たこともないぐらい。結局 Amazon で再入荷を予約して定価で買いました。20パックのワンボックス。進行調ダブルを意識したウィンドウ、魂エフェクトウィンドウのバイオレットカラーバージョンと、これがジョーカーで、サイクロンを意識したグリーン。あと妖怪ウォッチも久しぶりのデラックスガングが来ましたね。デラックス妖怪ブラスター、定価は2580円で今回は2180円。ただこれ単体では基本的に遊びの幅は少なくて、このようにドリームリンク、妖怪ウォッチと合体することで本領発揮と。あとは妖怪メダルの新作のメダル USA の2、さらにそれに関連するミステリーファイル。今回もドリームリンクはつくのかな。多分このミステリー解決が結構面白いんですよね。簡単にはパワーアップさせてくれないと。で、定価は1480円で、1180円で買いました。さらにアップモン、今朝のアップモンも面白かったですね。ハルとガッチモンがだいぶコンビっぽくなってきましたし、戦闘はガッチモンでハルはサポートみたいなのが、いい連携が取れてきて、かなり今週も面白かったです。これのパック版とスターターパックを買いました。そしてヘボットのエトボットシリーズ来ましたね。これがスカイラビットとカットビタイガー。ヘボットも今のところ5話まで放送されておりますが、僕もちゃんと見てるんですよ。もう完全に目をそらさずきちっと見てるはずなんですが、全くと言っていいほどよくわからない。ついできない。いや、もう勢いがすごすぎて、どのネジ使ってるとか全然頭に入ってこないですね。なんですけど、やっぱりループ世界っぽくって、月世界の話が出てきたりとか、ネジルとヘボットの融合体が、チラッと登場したりとか、本当に毎週数秒ですけど、シリアス展開がチラッと見え隠れするような感じですね。意外とこのスカイラビットが結構僕は重要キャラなんじゃないかなと思ってます。月世界の唯一の生き残り。そして今朝のオーブに登場したゼッパンドン、早くも商品化。早いですね。しかもこれゼッパンドン、まさかのダークフュージョンアップ。ゼットンとパンドンのカードをダークリングでスキャンすることで融合して、オーブの怪獣バージョンで、ジャグラーも面白い戦い方をしますよね。で、それに関連してカードも出ました。トランプも出ました。定価は1200円で今回は960円。ジバニャンキング。そしてベイブレードバースト、今回のランブーもなかなかの争奪戦だったんですが、もうみんな普通に10個とかね買ってましたね。クワッドケツァルカトル、これが今回のメインではありますけど、みんなのお目当てはこっちですよね。ドライガースラッシュ、2001年に放送を開始したバク転シュート、ベイブレードに登場したドライガースラッシュがバーストバージョンになって登場。これは値引きなしで1個900円。あとは新しいベイスタジアムのデュアルサイクロンベイスタジアムデラックスセット、こちらも発売しました。これは定価が6000円で今回は5400円。公式動画も出てましたけど、ベイの軌道がめちゃくちゃ変化してましたね。ということで、今週は何より新骨頂のアーツのダブル、こちらの発売がありましたけど、その他にもたくさん出ましたので、順次動画をアップします。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。